池田慶徳は、幕末の大名、稲葉鳥取藩第十二代の藩主、後、鳥取藩知事、鳥取池田家十四代、十五代将軍となる、徳川義信は同年生まれの異母帝、備前岡山藩主、池田主義生は、同母帝に当たる。幕末の尊皇攘夷運動に、大きな影響を与えた水戸思想の主導者、水戸藩主、徳川成明の逸尾で、母は、 即室の松並春子。陽名はゴロマロ。厳服して、父なりきより返記を受け、秋典のりと名乗る。なりきは、道場風にてご美男、五品、よく、少しく五入話に過ぎ、俗に申す養子向きと評したようである。嘉永三年十月二十九日、鳥取藩主、池田慶應が死死なくして休死したことから、幕名によりその養子となる。将軍、 徳川家康より返記を受けて、慶徳に改名、松平相模神を称した。家徳を継ぐと、反政改革に着手し、藩校久の理官を拡充して歌詞にも通学を許すなどが苦問を奨励し、藩内に水戸学が浸透した。民意を聞くことに努め、軍政の改革にも力を入れた。華英六年に江戸家長千葉道場を開いた。 千葉貞吉を堅実師範として召し抱えている。文久2年4月に、薩摩藩主のジップ、島津久光が藩兵を率いて上落し、懲罰官の終戦に乗り出す。これを機に、鳥取藩でも、慶徳の国事終戦を推進しようとする声が、久野理官教授方を中心に上がったが、慶徳にその気はなく、藩主側近の保守派は、終戦法に取り合わなかった。しかし、 同年7月に、長州藩主、モーリーヨシチカ、土佐藩主、山内豊タ藩が、相次いで受落し、京都で、尊皇上位の気運が高まるとの法に接すると、国事終戦に乗り出す決意を固める。9月に朝廷が、幕府に上位を促すための直視派遣を決定すると、幕府の優柔を懸念した慶徳は10月15日に、受落して、国事終戦の直上を受け、20日には、 高地下、豊か藩に続いて、三代を果たした。そして10日終戦の命を受け、11月5日に、江戸に着くと、政治総裁職の松平春学や山内陽道、松平片森らと会談を重ねた。さらに、法直上位と決した幕議に対し、意義を唱えて、将軍貢献職辞任を表明し、途上を拒否していた、伊伏帝、一橋吉信の説得に当たった。 直死を迎えた将軍徳川家持が上位の直上を報じ、その方策は翌春上落して協議すると決したのを見届けると、慶徳は12月に再び受落し、上位は幕府に一任して外反は退京させるよう朝廷に働きかけた。明けて文久3年正月には上位期限を決定し、それまでに 早急な部備充実に努め幕府主導で巨国一致体制を整えるよう幕府に建迫する。慶徳は2月に朝廷から石灰守備総督を命じられるなど軽藩で活動する間も幕府に上位期限の決定を促していたが大阪湾や藩地の沿岸経営策を講じるため3月16日に帰国の都に着いた。この年から翌年にかけ鳥取藩では 沿岸9カ所の用地に西洋式の台場が築造された。その後も過激尊上派から期限決定を迫られ続けた幕府は4月23日に至り上位の儀5月10日拒絶に及ぶべきと布告したが期限前日の5月9日に名麦事件の賞金を横浜の英国講師に支払い、慶徳を憤慨させた。上落中の家持ちのな城として 江戸にあった実刑の水戸藩主、徳川義哉も、賞金支払いの経緯に関わっていたと伝えられ、水戸に連なることで性望の高かった、慶徳の立場を苦しいものにした。挽回のため上位路線の強化を求める終戦方と、新朝論を唱える、保守派の確執も激しくなっていく。こうした中、大阪の天保さんを守備していた鳥取藩は6月に、大阪湾に侵入した。 英国戦を砲撃した。幕府と朝廷から上落を求められた慶徳は6月27日に本国寺に入った。この時期、幕府の穏便な姿勢に対抗し、日本全体での上位戦争遂行を望む長州藩が上位申請を天下に恒例する幼鳥廷に働きかけていた。家持と幕兵が6月半ばに東海したことも好都合だった。 上位申請の件について、指紋を受けた京徳は、外国が機内に襲来したら、まずは、幕府が防戦に尽力し、次に、公家や諸藩が、様々に戦術を尽くすなど、申請以前に段階を置くべきことを検白した。そして、7月に受落した阿波藩聖子の八塚持役、及び同母邸の岡山藩主、池田茂聖、四月来在落中の米沢藩主、 上杉成祈と連携し、上位新政派に対抗する在落諸侯集団を形成した。慶徳のロムは、いとこの右大臣二条成行ら朝廷首脳の指示を得、諸侯集団は調議への参与を許されるまでになる。それでも長州が反平を受落させたこともあり、朝廷内ではなお新政派の勢いが強く、要求は緩まなかった。一方、 公明天皇や朝廷首脳が期待を寄せる薩摩、越前などの挙兵上落はなかなか実現しなかった。そこで、慶徳は京都市五色、松平片森の合津藩や在京諸藩による天壇馬揃えを長儀に図った。天皇は大いに喜び、合津藩兵による馬揃えが7月30日、合津、鳥取、岡山、米沢、 阿波のご藩による馬戦が8月5日にも要された。これは、神聖派、反神聖派双方に対する辞であるとともに、やがて生じることになる事態に備えた、演習の役割も果たすことになった。上位神聖派がこれで諦めることはなく、8月13日、大和行行の御事乗りが間発された。大和国の神武天皇領、を春日大社に行行しばらく投留して、 神聖の軍議をなし、ついで伊勢神宮に行行するということだった。京都倉四皇は諸公が反論する予天皇が望んでいるとなりゆきから事前に伝えられており、三大して天皇に神聖中止を強く訴えたが、神聖派の圧力に屈した天皇は上位神聖を決定した。この時、在京兵力の少ない薩摩藩は合図藩を引き込み、 上位申政派への対抗クーデターを獲得する。8月18日、クーデターが決行されると、阿は、岡山、鳥取、米沢も合図に付く兵力を動員し、三条耳ら、申政派の区家や長州の勢力を、朝廷から一掃した。この政変の前日、京都留守居役川田左9マラ22名の、 鳥取藩士が主君の勤労の志を妨げ、天下の汚名をこむらせたとして、慶徳側近の黒部権之助、高沢正美、早川拓の進むの3名を本国寺において残殺し、残官場で名指しされた、もう一人の加藤十二郎も翌日自害するという事件が起こった。尊上派へ傾倒した川田らは、長州を支援する意見などを持っており、 新生素子に動く自販の姿勢に行き通った結果だった。政変に参加し成功させた、ケイトクラだったが、長州に対しては寛大な処置を求めた。やがて、尊上撃派の没落によって、開国論を明確にした、薩摩の島津久光や越前の松平春学ら、改名派諸公が、再び上落に動き出すと、これに対抗し得ないと見た、ケイトクラ在落諸公は相次いで帰国していった。 その後、吉信が、横浜佐幸を主張して佐幸に否定的な久光、春学らに対抗し、公明天皇の信任を得て、一位相体制を構築したが、吉信の期待にもかかわらず、慶徳、シュゲル正兄弟が再び自ら、京都政局に乗り出すことはなかった。慶応4年2月3日、慶徳は新政府の議定に就任する。翌明治2年2月3日、ジュニー、県中ナゴンに異常される。 5月15日、議定から邪行官志向に移る。また、母親戦争では、東北地方に出兵している。6月2日、母親戦争の先行商店として3万国を賜った。6月19日、反赤奉還により、鳥取藩知事に就任した。鳥取藩の財政難などのこともあり、地藩時の立場にありながら廃藩知見を自ら、明治政府に提案した。 明治7年7月14日、廃藩地県により免職となった。明治8年5月27日に隠居し、次男の輝基地に家督を譲った。明治10年8月2日、廃炎のため神戸で死去した。8月18日、生二位を追贈された。墓所は、幸福寺、大正14年に、玉霊園、平成15年に、鳥取市内の大運院に移転改装された。 明治40年5月10日、特使をもって異界追称された。増寿一位。以下は、秋のだった時から生涯みなに使用した、徳の字を変記として受けた者たちである。内池田中の子二人に関しては、慶徳の養女を妻としている。自分は、三戸成明の子であり、また鳥取池田家は、徳川純一門の扱いを受ける家であることから、 大半が国事に参画する状況は容認できず、幕府や有力審判が主体的に上位を唱え、この政局に関わっていくべきというのが、慶徳の考え方だった。直接的には、8月16日に松平慶徳は、二条家や幕府に通じて、今度の上位申請を妨げ、関係を巡らす大罪人である。速やかに天中を加えるべきところ。 列校に免じて、しばらく猶予すると胸中に張り紙され、慶徳が天中の標的とされたことが引き金となった。黒部は単なる脅しと取り合わなかったが、驚愕した川なら十二名が、直ちに行動に出たのである。過労の荒尾田島が二十二名の有名を求めて、運動し、慶徳も彼らの精神を組み、穏便な処置に止めた。ありがとうございます。